ついにステートオブプレイが発表されたぞー。白飛びがすごい、白飛びが発表された、発表された、発表された、大変、発表された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 、発表されましたね、とうとうね。なんかさ、期待してるゲームとかあるね、ある？ない。じゃあそりゃそうだよな。まあね、だそうです。はい、いや、まあそれはまあ猫は何も期待するもんないかもしれませんけど、いやでもね、今回のステートオブプレイはですね、きっと皆さんが期待しているあれが来るんじゃないかと思います。来ます、来ちゃいます。というわけで、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ね、とうとうついに先日ステートオブプレイの日程が発表されましたね。今日のこの動画ではですね、これまでの様々な、まあ、業界、ゲーム業界の噂などから今回発表されそうなものとかを予想しちゃおうという、そんな動画となっております。皆さんは何を期待しますか？ぜひコメント欄に書き込んでください。これね、発表が行われる前のあれこれ妄想できる楽しい時間でもありますからね。皆さんもぜひ一緒にね、この楽しい時間を楽しみましょう。楽しい時間を楽しみましょうっておかしくね？おかしくなんかない。いろんな情報がね、私の元に来ておりましてね。皆様にはちょっとね、言ってなかったんですけど、私実は、ちょっとソニーとすごいズブズブな仲でして、この前もね、T シャツ送られてきたもんね。プレイステーションの T シャツ。プレイステーション。いや、あの T シャツはパチモンだったとしても、私宛に映像も送られてきておりますからね。ちょっとみんなで一緒に見てみる？皆様、こんにちは。私は、プレイステーション5、エグゼクティブトータルディレクタープロデューサーの、ケジチャンネルです。今日ここで発表させていただく内容としましては、私、ケジチャンネルが、来月より、お小遣い制じゃなくて、必要なものがあった時にその都度交渉するタイプへと変更することをここでお知らせいたします。この変更により、ちょっとエッチなゲームがより買いにくくなりました。オーノーオーオーホーリーシー、これはまさに、イマーシュイマーシュあガセだなこれ。本当にすいませんでした。なんか以前からね、2月ぐらいから5月にショーケース、プレイステーションショーケースが行われるよってずっと言われてたのね。そういう情報を出してる人たちもヒヤヒヤしただろうねもう5月ももう終わるよっていうタイミングになってきてて、もうね、その要は情報を出してた人がすごい言われてたの、ほいもうねえじゃねえか、プレイステーションショーケースガンガン言われてたの、最後の最後大逆転ですよ。プレイステーションの公式からの発表をちょっと見てみましょうか。プレイステーションがお届けする動画配信番組ステートオブプレイ、5月31日午前7時より、放送いたしますとのことです。プレイステーション5およびプレイステーション VR2 タイトルの最新情報、そして今年発売予定のプレイステーションスタジオのタイトルについてお届けする予定です。放送は30分以上にわたるとのことです。X の方の発信では発表されるゲームは14タイトルというふうに記載されておりますね。いろいろ注目すべき点がありますよね。それは今年発売予定のプレイステーションスタジオのタイトルというふうに記載がありますので、これが何発表されるのかなって気になるところだとも思いますが、まあ皆さんが気になってるのは私が最初に言ったセリフですよね。みんなが期待してるあれがきっと発表されますって、あれって何のことってみんな思っちゃってるかもしれませんけど、ですね、みんなが期待してるあれっていうのはもう一つしかありませんよね。モンスターハンターワイルズです。これね、来ます。これ来ちゃうかもしれません。モンスターハンターワイルズは、去年の12月、ゲームアワードで発表されたんですけれども、続報は夏頃というふうにされておりました。なので、夏頃のイベントといえば、まあ、6月のサマーゲームフェストがありますので、ゲームアワードとサマーゲームフェストって主催が一緒なもんですから、サマーゲームフェストで発表されるかなって思ってたんですよね。ところがですね、非常に強い情報筋の方曰く、
ステートオブプレイで発表されるだろうって言ってます。まあもし発表がなくてもサマーゲームフェストでは来るよっていうふうには言ってるんですよね。なのでどちらかでは発表がある、可能性としてはステートオブプレイの方が強い、そういうことなんだそうです。いやあのね、確かにね、ステートオブプレイ結構ね、カプコン枠っていうのがあったりするんですよね。バイオハザード RE4 とかも最初の発表は確かステートオブプレイだったはずなので、まあそんなわけでですね、カプコンはステートオブプレイで結構強い情報を出してくる可能性が高いんですよね。めちゃくちゃ楽しみ、めちゃくちゃ楽しみです。もうね、発表されるのか発表されないのか、もう次の朝には分かりますからね。これはもうね、バクバク、心臓バクバク、これまでの全てに感謝。発表されるとしたらおそらく次はゲームプレイ映像じゃないかなと思います。どのようなゲームプレイになってるのかっていうのを見せてくるみたいな感じになるんじゃないかと。発売時期とかもひょっとしたら出してくるかな。カプコンは割とでもそういったところスケジューリングしっかりしてますからね。まあでも発売日とかまではまだなんじゃなかろうかと思います。まあでもゲームプレイ映像見れるだけでもね、かなり期待が上がりますよね。モンスターハンターワールドからどれぐらいそのグラフィッククオリティとかパワーアップしてるのか、あるいはゲームプレイの方でなんか新しい何かをね付け足してくるのか、その両方なのか、すごい期待しちゃいますよね。ところがですね、カプコン枠といえばなんですけれども、バイオハザード9の噂が少し前に出ておりまして、バイオハザード9は相当遠くないタイミングで発売されるみたいな話があって、近々発表が行われるんじゃないかというふうに言われてたんですよ。バイオハザード関係の強い情報を持ってる人がそう発信してたんですが、今回バイオハザード9はおそらくないかもしれません。というのも、その情報を発信してた人がつい最近ですね、バイオハザード9はもっと遠いかもしれない、だから近々は発表されないっていう風に訂正してるんですよね。なのでバイオハザード9はおそらくないんじゃないかなと、ないんだけにないんじゃないかなと、パンと思っております。なんかバイオハザード9はオープンワールドで作ってるみたいな話とかもあったりしますからね、まあ、ちょっとね見てみたいなっていう気もありましたけれども、確かにモンハンとバイオ9ってちょっと勝ち合いすぎてたらもったいないもんねカプコン的にももったいないから、どっちかにするよねとは思ってたんだよね。でモンスターハンターに関しては2025年発売が決まってるから、おそらくモンハン優先するよなとは思ってたんですけれども、まあ、こんなような感じになっているということだそうです。まあ、カプコン枠で言うと、あとステートオブプレイで発表される可能性があるかもしれないと言ったらプラグマタだったりするんですけれども、あの辺はちょっともう全然わかんないですね。去年の6月に、まあ、2023年発売予定だったけれども、もう少し時間が必要となりましたみたいな発表があって以降もう1年ぐらい経ちます。で開発結構ね時間がかかっているような感じがしますけれども、確かプラグマタは結構若いクリエイター中心に作っている、そういうようなタイトルだったような気がしますので、まあ、そこはそことしてね、追加で情報来るか来ないかっていうのをちょっとワクワクしながら待ちたいところではあります。まあでもそんなにカプコンのゲームばっかりダダダダと紹介ってないと思いますから。いやだって今回だって14本だからね、そのうち2本か3本ぐらいは VR なわけですから、ってなってくると10本11本ぐらいなんですよ通常のゲームは。そうやって考えると、まあモンハンワイルズが来るならカプコン枠はそれだけかなと。でね、枠といえばですね、あのステートオブプレイには結構如実にですね、スクエニ枠がありまして、まあ、スクエニさんはね、最近マルチプラットフォーム戦略を推し進めていくっていう話がありましたけれども、これでステートオブプレイとかで発表一切なくなったらちょっと露骨だなとかって思うんですけれども、スクエニといえばですね、ドラクエの発表がありましたよね。先日ね、ドラクエの日に勇者ロドの伝説がもうすぐ始まりそうだという発表がありまして、もうすぐ始まりそうだ言うてるわけですから、この夏に間違いなく何かは発表してくるんですよ。ただしこの HD2D のドラクエ3に関しては任天堂ダイレクトな予感はしてますよね、正直。というのもドラクエ自体が日本では強くて海外ではそこまで強くないタイトルだったりもしますので、どっちかっていうと欧米諸国向けに配信してるステートオブプレイでドラクエを発表じゃないんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。でそうなってくると、今度ありそうなのがキングダムハーツ4のムーアさんがね、ファイナルファンタジー7リバースの仕事一旦終えまして、次の作品にのムーアさんが行くとしたならばこちらかなと思ってまして、6月にキングダムハーツのスチーム版が発売されるっていう動きがあったりと、タイミング的にはねありだったりするんですよね。まあ、ただキングダムハーツ4もタイミング的にはサマーゲームフェストの可能性も強いかなっていう気はしております。日程的にスチームの発売日と近いのはサマーゲームフェストだったりしますからね。じゃあ一体スクエニ何発表するんだいっていう話なんですが、ファイナルファンタジー9のリメイクの話がずっとありますよね。結構これ長いことありまして、つい最近も FF9 のリメイクは作られているっていう情報がいろんなところから出てたりする。ゆえに FF9 リメイク、いやちょっと待って、もうだとしたらもう最近 FF ばっかじゃね。ね、
FF16、FF7 リバース、次 FF9 リメイクです。ちょっと FF ばっかりじゃない？ね。いやもうじゃあ何？今回スクエニなし？スクエニなしだ！忘れてた、あの情報が。ニーヤのプロデューサーの斉藤さんが、横尾太郎さんと岡部圭一さんが同じプロジェクトを手掛けていて、それはニーヤかもしれないし、ニーヤじゃないかもしれないみたいな発言をされておりましたよね。ニーヤかこれ。これニーヤオートマタの新作かこれ。いやまあでもさすがにちょっと全然何の噂もなかった作品だから、で急に出てきたらそれはそれで驚きですよね。でも今挙げた中で私が嬉しいなと思うのはニーヤの新作かキングダムハーツ4、この2つが結構嬉しいかもしれないななんてちょっと思っちゃいますね。今年ね、発売がもう決定している聖剣伝説ビジョンズオブマナーに関しては、これはね Xbox ショーケースですね。もしあの発売日発表があるとしたならば、ステートオブプレイでは来ないかと思われます。じゃあ今度プレイステーションのファーストパーティータイトル SIE 枠はどうなってくるかっていうところなんですが、 SIE 結構噂あるんですよね。まずね、ゴッドオブオーラグナロクのパソコン版がもう本当に間もなく発表されるよってもうずっと噂されておりまして、これステートオブプレイで来るかもしれませんし、ただねパソコン版の発表ってねステートオブプレイ関係なしに発表する場合もあるので、絶対とは言い切れないかもしれません。ただかなり高い確率で来そうだなっていうのはアストロボットの新作、いやこれはもうね、強い情報筋の人が言ってるので、おそらく間違いなく来るんじゃないかなと思います。そしてコンコルド、このゲームもね今年発売予定のライブサービス型のゲームっていうことなんですけど、まあ、ゲームの全貌がまだ明らかにされてないんですよね。なんかねガーディアンズオブギャラクシーっぽいビジュアルだみたいな話らしいんですけれども、このゲームは本当はね2月ぐらいに発表されるってね強い情報筋の人が言ってたんですけど、実際それ発表されなかったんですよね。なんかの問題が起きて後回しにされたんじゃないかというふうに言われてます。なので今回来る可能性があるということだそうです。まあ、今年発売ならでもそろそろ来ないかっていう感じですよね。でね、ホライゾンのレゴのゲームの話もありまして、まあでもこの辺はね情報として全然何も出てきてないので期待としては薄いかもしれませんね。私としてはですね、サッカーパンチプロダクションの新作、いやこれちょっと来てほしいなって思っておりまして、最近ね、ゴーストオブツシマのパソコン版も発売されまして結構話題になっておりますよね。めっちゃ売れてるらしいですよパソコン版でも。そんな中で、まあ、今年発売じゃないにしてもやっぱりちょっと大きいタイトルの発表っていうのはそろそろ、今控えてる大きいタイトルってもうね発表ほとんどないから、まあ、ウルヴァリンが発表されてるけれどもね、爪ジャキーって出すトレーラーだけだから、もうちょっとなんか強い情報欲しいですよねってなった時に、次どこのスタジオさってなったらもうサッカーパンチプロダクションしかないような気がするんだよね。まあノーティドッグっていう可能性もありますけれども、いやでも順番的にはサッカーパンチプロダクションかな。まあ、つい先日ねノーティドッグのニール・ドラッグマンさんが SIE でインタビューの記事出してたりするんですよね。ただそれ内容ちょっと改変されてるよっていうね、ニール・ドラッグマンさん本人からのクレームがあって SIE は記事を全削除しております。ややこしいこと起きてるのね。いやでもなんかこのタイミングでノーティドッグのボスのインタビューを出すっていうのはなんかちょっと意味があったりするのかしないのかちょっと考えちゃうところでもありますよね。まあいずれにせよ SIE 枠からは今年発売される予定のものとしてはおそらくアストロボットのコンコルドなんじゃなかろうかと思います。あと他になんか来てほしいものあるかな、なんかあるかな。あとねサイレントヒルに関してはステートオブプレイの後にサイレントヒル関係のあの情報発信番組あるんですよね。なのでそちらの方で発表されるかと思われます。多分発売日サイレントヒル2発売日来るんじゃないかな。きっとドラゴンボールスパーキングゼロはですね、今夜の12時にキャラクタートレーラー公開されますよ。なのでドラゴンボールスパーキングゼロもステートオブプレイじゃないような気がしますね。メタルギアソリッドデルタは、うわありそうだね、ありそうだね。まあ、ただねメタルギアに関してはね小島監督がいなくなって作るメタルギアっていうのは結構その受け入れられるのかどうなのかっていうところもまあわからないところでもありますからね。まあそれはまた別の問題なんでちょっと置いときましょうか。プレイステーションといえば、まあ、PS5 Pro がね、今年の後半ぐらいに発売されるんじゃないかっていう噂がすごく立っておりますけれども、 PS5 Pro はそろそろ発表されるのかどうかっていうところですよね。いやもし9月ぐらいに発売するんであればそろそろ3ヶ月前ぐらいなんですよね。
いい頃合いといえばいい頃合いなんですけど、ただステイトオブプレイではさすがに発表してこないかなとは思います。やるならプレイステーションショーケースとかになってくるんじゃなかろうかと思いますからね。ただね、その PS5 プロ発表するにしても、ちょっとソニー今すごいリスクを背負ってるよね。その遅くなればなるほど任天堂の新しいハードと発表時期が近ければ近いほどやっぱり苦しいじゃないですか。どっちが苦しいかって、そんなプレイステーション5プロの方が苦しいわけですよ、それだと。なのでなるべく勝ち合いたくない、かつ任天堂のハードよりも先に発表したいって思ってるはずだから、まあ時期を見計らってるとは思うんだよね。でもこの時期を逃しちゃうとなんか大きいタイミングあんまりないっすよね。まあでも別にゲームの発表イベントに合わせて発表する必要はないのかな、 PS5 Pro ぐらいの商材になってくると。まあ PS5 Pro 自体がそもそもそのプレイステーションユーザーの中でもよりコアな人向けになってくると思うからね。で、今よりもさらにその解像度上げたりフレームレートを安定させたいっていう人って、まあよりコアな人になってくるのは間違いないかと思いますから、今回は PS5 Pro の発表はございません。これ言い切っておくことで、当たったらどやれるし、外れたら謝罪に持っていけるっていう美味しさがあるんですよね。私にとってはどっちに転んでも美味しいんです。あいこの無責任なの。せや。いや、あとなんかあるかな、なんかあるかな。いやでもこんなもんだろうね、こんなもんだろうね。今ね、あのいろんな情報や噂などを取りまとめて出てくる内容としたら、このぐらいの感じなんじゃないかなとちょっと思っておりますね。VR2 のゲームタイトルはなんか情報ないのかって。いや、ありますよ情報。いや、これでも言っちゃっていいのかな、言ってまずかったらちょっと動画削除することになりますけど、大丈夫ですかね。VR2 に関しては新しい作品、アママネ3とされておりますね。あ、アママネって甘えてもいいマネージャー、アママネだったりするんですよね。まあ、甲子園目指してる若者がですね、まあ、一人でひたむきに頑張ってるところ、一人で頑張りすぎないで、たまには甘えてもいいんだよとか言って、女の子の家に行って、なんかマッサージしちゃったりなんかして、上に乗ってもらっちゃったりなんかして、で、マッサージ頑張る女の子が、ってなんか変な声出しちゃったりなんかして、バカ野郎ってなるやつなんですよ。で、まあ、その辺に関して、ちょっと今、これぶん投げたから、ちょっとキーボードのキーが取れちゃったりもしたんですけれども、まあ、その辺に関しては最後、ちょっと最後 VTR の続きがなんかあるみたいなので、その VTR 見てお別れしたいと思います。プレイステーション5総合トータルプロデューサーディレクター&コンバットデザイナーのケージチャンネルでございます。この度プレイステーションのハプティックフィードバックにやっぱり一言言わせていただきたいことがあるんですよ。それは何かっていうと、このハプティックフィードバックで我々プレイヤーが今一番欲してるのは、繊細な振動でもない、迫力のあるアダプティブトリガーでもない、おっぱい収まった時みたいな柔らかい感触だよね。どうしてそれ実装してくれないの。硬いよ、もっと柔らかいの来てよ。おっぱい触ったみたいなフィードバック欲しいよ。人呼んでおっぱいフィードバックでしょうが。 PSVR2 とそれ合わせたらもう最強よ、最強よ。ね、みんな行くよ。不安在。お？え？すぐに実装してください。よろしくお願いします。せっ。なんかわかんないけど、すいませんでした。